もサミです。今日はこちらヤンコ大戦争のグミを食べたいと思います。これねめちゃめちゃいろんなコンビニとかスーパー探してやっと出会ったヤンコ大戦争のグミなんですけども、それはねヤンコーラ味と大戦争ソーダ味の2つ入ってるみたいで、さらにレア枠でネコビタンC味があるみたいです。そして金猫のグミが出たら金運アップが来ちゃうかもっていうね、いろいろ楽しみがあるんですけど、あともう一つヒゲのついた猫が出たらラッキーみたいです。それねちょっと開けるのもワクワクなんですけども、こちら食べていきたいと思います。ツーミンチャンネル、ではいただきます。最初のにゃんこはポ、おお、こちら大戦ソーダ味、こうかな、いただきます。おいしい、めちゃめちゃ歯ごたえのタイプのグミです。続いて、あ、また大戦争ソーダ味、これはねツーミンを使うことがある飾り像の猫です。違う味も食べたいな。これお、あ、敵です。犬、にゃんこラーメン、コーラだ。おいしい、あ、おいしい。ほ、あ、これはみっちゃんの好きな知り押し猫だ。どんどんいく。おお、出たー。あ、こっちじゃない、こっちや。金猫、金猫が出ました。やったー、金アップ。味はこっちの猫ビタンCの味がします。やったー。ほ、あ、赤が猫かな。あとはね、ヒゲのついた猫も見たいな。お、あ、でかい。名前がわからないですが、ニャンコーラ。そして、お、猫食べかな。
ラッキーすぎんこれ、やったー、ひげラッキー、やったー、これはもう完全勝利ですね。うん、これはヒゲのついてないタイプの猫。うん、うん、いっぱい入ってる。あ、いける。お、お、また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 金の猫、そんなことある、イエイ、というわけで今日はにゃんこ大戦争グミを食べてみました。皆さんもよかった、見かけたらぜひ買ってみてください。もう美味しいし可愛いし最高。というわけで次回の動画でお会いしましょう。またねー。